わしらが良かったのはこの辺りまでじゃった。折しも大政奉還、王政復古の大号令で京都守護職は解任された。将軍も会津公も京を離れ、わしらは守る者をなくした。沖田は結核で倒れ、局長たる近藤は伊藤一派残党の篠原に狙撃された。天下のみなしごとなった新選組は最後の見せ場を求めるかのように幕府対薩長の戦に参戦する。わしらにできることは戦いしかなかったのじゃ。確かめよう。はあ、倒れても剣は下ろすな。無茶でもいいから振りませ。息が上がったら相手の腰に組みつき、どんな手を使っても必ず生きて帰ってこい。はあ、思えばお笑い草の戦じゃ。刀に鉄砲じゃ勝負は見えている。剣を頼りに命を張っていたのが遠い昔のように思えたものじゃ。申し上げます。淀方面へと退却していた幕府軍、淀占領松にて薩長軍の追撃に遭い苦戦を強いられているとのこと。薩長優勢か。は、新選組ももはや無力か。新選組、いや、我らは幕府軍とともに敗走を重ねた。諸藩の寝返りも相次いだ。とうとう崖っぷちに追い込まれ、待ち伏せての殲滅に最後の札をかけたのじゃった。大丈夫だべか。